東雲春樹博士です。何の話でしょうか。私は先ほど東雲博士にお会いしました。ノックがしたのです。ドアを開けると東雲博士が立っていて、気づいた時には意識を失っていました。特に機能に変化はありませんが、父さんは随分東雲博士にお詳しいようですね。そうでしたか。いえ、警察の方とまでは。しかし夕日さんと宗さんのお顔は遺伝的類似性が 2% 以下だったので、ほぼ他人と判断しました。そうですね。
私はこの町にいたいです。食事は生物として、人は食をシステマチックなものではなく、さまざまな感情に結びつけます。私はこの町で料理を通して人の感情を人間になりたいのです。さて、お店を直すのに多少の期間がかかってしまいますが、必ず再開させますから。よろしいのですか？けれど私は…お店を再開させたいので、手伝っていただけましたら嬉しいです。私は平均的な成人女性程度の身体能力に設定されています。頼りにしています。どうしました？それでしたら、アニーさんが…はい、迷いなく突入してきて、ソウさんをこう、抱きかかえていかれました。どうされました？大丈夫ですか？ああ、よかった。それにしても、あの少年、なかなかやる。さっさと出せよ、奪ったもの。遅れて悪い。いや、さっき通りで火事が起きててさ、やじってたら遅れたわ。火事？おお、コカちゃん、こっちだ。どうしたよ、コカちゃん。なあ、この男、最近よ、町の若い連中の間でメスが出回っていた。回収して回ってみ。サイレン鳴りやんだ。来い。コンロム、宿主様たち、聞いて聞いて。今日の新ネタ、とある企業の闇を暴くよ。ってことで、今回の配信タイトルは、
やめません。来た来た、ベッチーこっち。昨日の取引で手に入れた物資と食料、倉庫に入れてきたぜ。おお、サンキュな。これでしばらく大丈夫だろう。報酬あ、いいよ。昨日も思ったけど、なんで取引の大半が物資なんだ？だったら金は仕事を斡旋してるやつに回せばいい。グループやし。私への。面白いこと言うな、ベッチ。俺たちは仲間じゃねえ。そうだろ？
つるむつもりはない。だったらいい。他人の心情にかん…ならいい。つっても、ベッチには世話になってるから、ここら辺で恩返しをしなきゃいけねえよな。あ？昨日、ついに現れたぜ。あいつ。え、思ったより喜ばねえな。ずっと追ってたのに。喜んでるよ。あいつをこの手で殺せるんだから。いいね、その狂気。お、猫かわいいな。猫好きだったのか？いや、でも面白いだろ、こいつら。どこにでもいて、ゴミを荒らすくせにやけに愛されててさ。なんでだ？自分たちから襲ってこないからだろう。害獣だったら駆除されてるよ。昔に野良犬が徹底的にいなくなったのと同じで。はは、なるほど、慈愛ね。人間は頂点にいる分、下位からの敵意に敏感ってわけか。自分より知能の低いはずのものに、その座を脅かされる気分って、どんなだろうな。
ベッチ。もう家入りのせいで散々だよ。寝てたもバレるし。同士なんだからさ。よかった、やっと繋がった。学生だものね、仕方ない。操作に影響出るんすけど。すぐ掛け合ってくるわ。始まったようだね。さて、動こうか。もしもし、そうちゃん、こっちはすぐにサーバー落としたわ。そっちはどう？